SLXDC の XT70XG。これがね、怪物リールって聞いて購入してみました。菊池さん、俺って影響受けやすいやん。俺の性格知っとるやろ。影響受けやすいやん。これ何だっけ？ SLX、DCXT70 の XZ っていうやつで、ちょっと初めて聞いた。持って、あなた YouTube 見てないからよ。持ってゆっくり回してみて。どう？なんかちょっと角度とかちょっと。なんかいいんじゃない？巻き心地。なんかいいよ。ぬるってしたかね。じゃあ俺巻いてみます。初めて巻きます。これはね。何？これ軽かったコンテスト。ザラつきね。ちょっとやばいな。風がやばいな。これ釣りできるかこれ。できるけどちょっと場所変えなかん。これはベイトなんか投げたら一発で爆発して。大丈夫。これの巻き感が、もちろん滑らかでスムーズなんだけど、なんかぬるっとしてる。ぬるっとしてるんだけど、軽かったコンケストの、そっちがいいと。と比べちゃうとちょっとザラザラ感あるね。あ、そうか。まあでもこれも十分いいよ。そうか。俺これがいいわ。逆に言うとこれがいい、一番。で、あんた使ったことないから、コンケスト。コンケスト今新品あるから、あ、そうか。オレンジにあるから、コンケスト上？コンケスト上。確実に上？全然。あ、マジで。もちろんこれも全然いいよ。巻き感いいんやけど、コンケストと比べちゃうとやっぱり、あ、そうか。ちょっと違うな。これいいけどな、これ。もちろんスムーズで気持ちいい感じやけど、コンケストのギアのここが、ギアに行って、この中のコンケストはよりちょっと、これは安いのよ、コンケストと比べると。これ安いの？安も？安もんでは言わんけど、コンケストのやっぱりここのギアの中がもうぬるぬる。ああ、そうなんだ。でこれもすごくなんかでもいいよな。これいいよ、俺気に入った、じゃあちょっとこれ今から巻いて、今ちょっと見て、これ持ってきたから。何？14ポンド。ああ、巻くの今から。でこれ巻いて祈祷レビューをする。でなんで買ったかっていうと、俺ってバカやん。うん、バカやな。で YouTube 見て、怪物リールって書いてあって。あ、これ怪物リールなの？知らん。だから買っちゃった。ちょうどがいい。いいじゃん、怪物リール。いや、すごく評判が良くて。マジで？その値段とのコスパとかで、その値段かけるコスパで言うと、これがいいと。すげえんじゃねえと。その機能と、まず機能はもう本当に十二分なわけよ、やっぱシマノの作ったリールで。機能もすごい使いやすいし、まあここはね、こうやってこんな感じになってんだけど、怪物リールだと。怪物！この値段でここまで出せますかと。俺怪物来た。そう、だからこれは超おすすめだって聞いて買っちゃった。あ、そうなんだ。初めて知ったよ。あなた全然知らないよ。釣りを愛してないよ。いやいや、愛してるよ。別に俺道具じゃないから。昔の道具で釣っちゃうやつだから。ああ、そうか、古い。だって腕があるから俺。ああ、そうか。あなたこれの。バス釣り YouTube ナンバーワンって言われてる。つい4年前までベイトリールの投げ方もわからなかったやつだ。バス釣り YouTuber ナンバーワンの実力。俺らの頃はベイトリールスピニングだからね。そうよ。今でもだってほぼスピニング。俺もずっとスピニングでやってきて、ベイトの良さもあるじゃん。でもお前ベイト買ったけどほぼスピニングじゃん。ああ、あなた知らん。俺一人で行くじゃん。琵琶湖行っちゃん。基本はベイト使ってる。浜を投げる時だろ。うん。軽かった。浜を。軽かったコンケストと。浜を重てえからだろ。違う違う。軽かったコンケストとアンタレスを投げ込んでる。うん。まあテキサスとかで使わないでしょでも。もう一回使う。まあ基本でも俺スピニングの時に塗るわけだから。ちょっと巻いてみる。菊池さん。ちょっと今竿がないから。このスティーズつけてるエクスプライト、これどかして、これスティーズか。スティーズよ。これどう、使い心地あんまり良くないかな。なんで？いや、なんかスティーズのくせにバックラする。スティーズの CT の SVTW と、スティーズってね、 AT とかいろいろあるんだけど、いやスティーズではね、絶対にバックラしないじゃん。絶対に。そんなことないよ。これ設定で、だから設定するんだよ。あなた釣りを知らないから。設定とこのスティーズするんだ。あの使ってる自分のルアーの種類、重さと設定でバックラッシュの調整する。スティーズだったら。いや、スティーズでも、あのね、同じスティーズでもいろいろあるから。じゃあちょっと、この SLXDC、これの凄みをちょっと見ていこうか。どんだけ凄いのか。これで怪物じゃなかったら怒るで。いや、怪物だよ。怪物って書いてあるんだよ。だから要するに、メタニウムっぽいような見た目で、ヌメヌメ感はでも、巻き心地もほんと悪くないよ。悪くなかったよ。ヌメヌメ感最高だって。悪くないな。ただ、そうだな。悪いとこあるかそれ。いやいや、まあまあ
だから怪物って言われてる、うん、怪物だよ。じゃあちょっとつけていくよ。いいやろ。エクスプライドとまた合っとるな。これ同じ島の、まあ、島のだから、だからな、うん、かっこいいやん。で14ポンドの FC スナイパーを巻きます、うん、スティーズはちょっと合ってなかったわ、エクスプライド。なんでよ、やっぱメーカー違うから。アーダイワとな、うん、ファイアウルフにしたいから。ああそうかそうかそうか。俺その辺こだわりないんだよね。いや俺もないよ実は、うん、言ってるだけ。あ言ってるだけか。それにしても今日外気温寒すぎる。寒すぎだよこれ。14今日。いや14度もないでしょ。じゃあじゃあじゃあ14日12月14だよな。ああ、昨日見たいの上の上の試合見てないよ。あ見てないんだ。だって有料でしょ。有料、うん、いやいや登録して解約したらいいけど、ただだよ、うん、DTV テレビで。セガテープね。まあテープついた？これね、こうこう来て結ぶときに、うん、ね、これね、うん、これでつけてテープで。ちょっとテープが弱いな。弱いからも弱いな。回したらこれぐるっと。あダメだ。あダメだダメだ。弱い。ちょっと特化品じゃダメださ。まずベイトリールに何ちゅうのこれ結ぶときさ、うん、こうして俺はこうしてんやけど、お前も一緒か。そう。これでやってテープで固定してこうやってで一周回して。回すよな。これでまずこうやってな、ちょっと固定してつく。ついた。あれ、なんでこれ。ドラグ弱すぎ。おお、まあドラグ弱すぎ。回った。一球さん結べたかね。うん、お結べた。ゴミ落とさんよ。落としたら拾って。あ、でこうして。すごいやん。おお出てくる出てくる出てくる。うまく出るように固定にして。ここどう、うん、あダメだな。いやいや落ちてもいい。これ転がいや道路転がっちゃうから。あそうか、ダメだな。あここにこうしてドラグ弱すぎ。うん調整して巻き感でも悪くないな。あやっぱ出たもん。悪くないな。いいやまあまあ全部使ちょうど100ちょうどなくなるわ。オッケー。どう巻いてる感じ。いや今わかんない。何この赤いの。糸の結び目だ。 150m のとこだ。ああいいでしょ。牛さん、ああ SLX DC、まま、だ今巻き DC の意味わかってる。巻き感とか全然わかんない。 DC 音の DC だ。おーわかってるじゃん。それ DC を英語にするとじゃあ何。英語にするって何。DC って略なんだよ。あ、そうか。知らんか。知らんの。DC の意味わかんないの。コンパクトディスクの CD の逆か。デジタルコントロールブレーキだよ。うん、デジタルコントロール D と C だよ。これぐらいか。うん。これぐらいでいいだろ。そうだな。それ以上巻くとちょっと。あ、デジタルコントロールブレーキわかんないんだ。DC だから、DC っていうのは、これ DC じゃん。デジタルコントロールブレーキのことなのよ。CD のコンパクトディスクの逆DC ですよ。 DC デジタルコントロールブレーキだから弾投げるとビーンってなるで今回。なるほどなるほど。これちょっと今日語ってこのベイトリールについて。もういいよなあ。ちょっと俺もこれ怪物って聞いたからさ、これで怪物じゃなかったら怒るで。ただな強風が今日強い。ちょっと投げにくいな。でも一発でバッターしちゃう。じゃあ俺がやる。俺があなたじゃ無理無理。あなたじゃもうバックラ、まあ、だいたいバックラしちゃうからな。いやバックラの菊池でそうやな。一番好んで一番失敗するの俺だからな。ああよしやってくれよ菊池さん。まずちょっと止まって。風が今日めちゃめちゃ強いじゃん。でこれ追い風になってるから、これのこのここ W にして。 W っていうのはウィンドウパターンだから。よしこれでバッチリやね。 W にした。 W にしました。じゃあちょっと止め投げさせて。これ投げるの。投げさせて。あやばいの投げるの。やっちゃうよお前これを。まあちょっと待って投げる。待って投げる前からちょっと止まってたもん。投げる前からなんでこうなっとんの。あんたあんま細かいこと気にするな。だからもうパッと渡した瞬間バックラさせてんじゃん。まあ、風が強いでな、うん、もう何もせんでも勝手に出たんだ。勝手にこうやってこの
W モードになってる、ね、W モードになってるからもね、これこれでバックラしたらね、あなたがヘボいってことですから。 OK、 じゃあ行くよ、投げますよ。ここから投げるか、行くよ、こっち俺の手を取って、うん、もうどうどう、ちょっとこれを普通すな、あーそうかあとすげえ、何がもう全然違うものが巻き心地いい、やばい、ちょ、俺やらせてもらって、やらせろよお前、あと聞こえてるかな、ちょっと聞こえにくいな、この風が強すぎて、風でちょっとあんま聞こえてない、 DC 音ちっちゃいね、ちっちゃいね、あのカルケッタとかの DC もっと大きいよ、あんまりしないね音がね、うん、でこれすごい 15g の巻き抵抗がすごい強いクランクベッドです。ちょっともう一回投げ出してね、いくよ、寒すぎ、音を聞くね、固定してるよ、ちっちゃいな音、うん、ちょっと小さいな、こういうだからわざと DC 音っていうのは、うん、この中に何でなってるか知ってる、まず DC 音が、 DC 音どうやって、ま、音鳴らせるか知ってる、知らないね、スピーカーが入ってるんだよ、スピーカー入ってるの、知らなかったの、知らない知らない、要するにラジカセとかの超極ちびのこんなちっちゃいスピーカーが入ってんだよ、マジで、そう、そんなん入ってんの、だから音が鳴るじゃん、じゃあどうやって鳴らすの、あそういうこと、でメーカーさんの、まあ、まあ、まあ有名な話なんだけど、うん、であと DC っていうのは、うん、ねデジタルコントロールブレーキだからコンピューターも入ってます、ああそれはわかるわ、うん、デジタルコントロールブレーキで小さなコンピューターとスピーカーがあって、うん、でこの電源がかかるじゃんスピーカー、うん、おー、これ巻いてる、電池がいるのかじゃあ、電池が発電してる、マジで音やばい、やばい、全然バックらしません、この強風で、まあ追い風だからな、いや怪物、追い風3号だ、向かい風抜けたらまた違うけどな、いやお前向かい風のこんだけ強いのはバックらするぞ、いやもうそれは調整次第よ、俺だったらしない、マジで、じゃああなた投げてみる、ちょっとフェス気をつけてね、これ針が危ないから、ちょっと風強いけど投げて、おおすごいすごいピーンっていく、全然ちょっと菊さん、このリールやばくね、だってこの強風でバックルなしだし、寒いバックルしないし、追い風5メーター来てるよ、ここからかっこいいかっこいいかっこいい、やばいブルー、これがかっこいいな、投げて、じゃあ投げて怪物ベトリール、これノーサミングでいける、いや、あーやちょっと ノーサミングでやっちゃった、菊池さんこれはノーサミングで追い風だからそれは回るよ、これサミングベイト、やばいバックさせてんじゃん、だまあ大丈夫、治るノーサミングベイトリール、いいね、でも今のところどう、感覚的にちょっとヤバくないこれ、 SLX のこれはかなりヤバいね、これ必要だよね、何がヤバいかというとね、もう巻き感、剛性感、うん、俺巻き感と剛性感って分かんないただバックラシーズやすいとか、うん、あの軽いルアー投げた時のとか、うん、ただこの追い風、風強すぎてちょっと参考になりづらいな、はい、ウィンドウ状態もう一回投げてみようか、どこ行ったって、あーもうクランクだから巻き感すごい、抵抗すごいやろこれ、 15g の巻き抵抗がすごい、つうか釣りできる状態じゃないでこの強風でもバックラしないな、しない投げてみて、しないサミングしたらもうバッチリです、あと軽く投げても飛距離やばくない、いや飛距離めちゃめちゃ飛んどるよ、じゃあ SLX だもん、だ怪物だよ、あーそういうこと、そういうことだよ、だあとこれはフェス来た、あとこれは菊池さん値段もコスパが最強なの、値段安い、まあ値段がその軽かったコンゲストとかアンタリストと比べるとだいぶ安くて、まあアンタリストとか言ったら6万7万したじゃん、カルケッタだって5万6万したじゃんね、え半額以下、こっちのかっこいいじゃん、な、まあ、投げてみて音聞かせて、こっちのかっこいい、投げてあと軽く投げてるでも飛距離やばくない、飛距離ね、うん、45メ
メーターと巻いてる感じの力感とこんだけ巻き抵抗のツイールクランクがね、うん、ああ、うん、パワーもすごくない。いやよ、パワーもねちょっと釣り上げてないから分かんないけど、いやいや巻いたら分かるじゃん、前どのぐらいの軽さで巻く。そうね、こんだけこれすごい水抵抗強いんだよこれ。さっきからまともに負けてないんだ。 15g のやつだから、 15g のクランク。さっきからこれ分かる。菊池さん、いいやろこれ。いいのこれ SLX DC めちゃめちゃいいのマジで。いいやろマジで。うん、もう一回投げる、うん、もう一回投げる、ま、負けてないんだ。 OKOKOK 風がやばいよ。めちゃめちゃ飛ぶ。うわやば、これ追い風だから何してんの。あー立ってることがちょっとこんだけ強風の時でもバックラしないじゃん。なんかバックラしづらいよね。さっきからでもクランクがねうまく沈まないんだけど。いやこれは沈まないやつ、シャロークランク。絡んじゃう。あーまあ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 な、こんだけ風が強いから着水の時に絡んでると。ただこれさあ、菊池さん、SLX の DC、うん、これ X ギアの意味わかる ？X ギア？ハイハイギアの上か。上ですよ。上か。あ、知ってる知ってる。一巻きで、ね、普通のあの標準のレベルのやつからしても3倍ぐらいにかかってる。3倍ぐらいにかかってる。映ってる？え、映ってる。あ、OK OK。軽く巻いただけで。パワーが違うんですよ。だからスピニングにもパワーがあるからパワービレスが強い。ステップが強いやつスピニングって気になったら疲れる。ああ軽く巻いただけでパワーがあるのがメイト。すごいノーサミングではないけど、ノーサミングでいけるいける。あとサイズもちょうど俺手ってちっちゃいじゃん。ああ俺一人ちょっとちっちゃいんだけど、その俺小さめの手でもちょうどバッチリ。あ、ちょうどうん、バッチリバッチリ。あ、ジャストサイズだ。すごい日本人に持ちやすい。そうなの。そうそう、だからそのまあ大柄な人はまああれだけど、まあシマノだから日本のメーカーだからな。まあまあ日本人の手のサイズにもそこはなしっくりきてて、あの軽かったの、15軽かったとかさ、軽かったコンキュースシリーズさ15とか俺持ってるけど、あれちょっとでかいね。でかい。だからこう持った時にしっくりこむ。ちょっと大きめこうこうやってくる。 SLX はいいな。だから SLX は SLX がいい。この小ぶりの SLX ちょっとだけ見て、俺のキャスト巻くえ、しないか。もうサミング、サミング軽く、もうサミング大事だよ。サミングノーサミングに近いんで、ああ巻いた時のパワーがやばい。やばいか。もうこれスピニングだったら10倍重い感じるよ。これ巻き抵抗すごいいるわ。だから普通のスピニングではあのうわ重いっていうのが、うん、このベイトのパワーで軽く巻いただけでどんどん進んできてくる。今日風が強いから空中に上げた瞬間にこうやって、さっきからねうまく巻けねえんだよ。いやいや、だからこれを空中にすると風が強すぎて、なろう気にならんな今日。こういうあと手が、もう手がもうすでにやばいな。ちょっと取って次まだしてないのやばい。もう一回いくよ。めちゃめちゃいいじゃん。おう、めちゃめちゃやばいじゃんこれ。おう、やばいな。ちょっと俺クランク巻いてこうかなこれ今から。もう負けこのシャロークランク負け。これいいでしょうね、やっぱり全然。まあね、このルアー自体もあの 50cm ぐらいで値上がりしない。これで巻いとったらこれクランクで出るで、これ一発で出る最近来るたび40つ出るね。そうね、誤算ナンバーワン。もう一回投げます。また投げる。やばいって。やばいな、この強風バックラなし。もちろんウィンドモードですよ。確かにやばいな。位置で行ってみるか。でも、何ウィンドモードじゃなくて位置にしてやってみる。いいよ、やってみよう。どれぐらいバックラせたらいけるか。いや、DC ですから、キングさん。 DC は、それも考えてくれる。だろ、それぐらいやっぱ実験せんとな。そうウィンドモードにして当たり前じゃん。あ、そうだな、当たり前のことしてか。息でいってるよな。じゃあちょっと待ってよ、ここをね。あ、ちょっと1にした。あ、1だね。さあ1でどうなるか。1でもバックしないと。
吹いたけど、この強風で真っ暗しないで、怪物、怪物、これダブルでやったらあかんだろ、怪物が爆発するわ。全然投げとるな。逆に投げたら女性真っ暗だよ。だけどヤバくね、ヒルさん。あと巻き缶が今初めて使ってるんだけど、初めちょっと硬かったけど、使ってるうちに滑らかだよ、めちゃめちゃ滑らかさ、爆発さ1、これです。しちゃうな。油断したな。1はします。今油断したな、ちょっと。この強さだ。いや、油断したんだよ、これ。この追い風だね。追い風。追い風だけど、油断したんだよ。こう行って左行って右行ってずれるやん。ということで、もちろん今1でやったからね、これウィンドモードにしたらバックラしづらいよと。あと、これ強風の中でも、今日は、異常な強風だから。でも、これバックラもすぐ治るよ、ほら。そうだね、そこもね、レビュー。だから、その、上の方、そのバックラも表面で軽く浮いちゃうだけで被害が少ないと、結ぶことがない、ね、普通のバックラってさ中で結んじゃうじゃん、うん、そうな、で取れない取れないってなるじゃん。これ DC っていうのはもちろん結ぶこともあるけど、ほら、まあ、簡単にほどけちゃうね、ほどけちゃうのが DC なの。キュウさん、うん、あんだけバックラして大惨事と思ったじゃん。そうやな、こうやって糸を出すだけでほら止まっちゃった、簡単に治るね、治っちゃった、うん、バックラがほぼ直っちゃった。これが SLX 怪物って言われる、怪物と言われるゆえんだね。機能性がカルケッタ超えてるかもしれない。超えてはないと思うけど、いや超えてる可能性がある、うん、まあ同等ぐらいある。じゃなかったらそんな怪物って言われないじゃん。いやいや、コスパとかいろいろ含むね、そういう総合的な判断で何やってるかちょっとお前これそんな巻くなよ、そんな。俺はこういう、俺巻いてダメだ、結構絡んでてる。コスパが最高なんやね、キスさん。コスパとか含めての怪物だから。いや、だから普通のもうアンタレスとか、カルケッタとか、あのステージとかを超えてるんじゃないかっていう。いやー、皆さん、 SLX DC70XG の XT 最強かもしれない、これ怪物。これラーメンに乗せるんじゃない、これやばい。え、ラーメン頼んだらこれ出てきたんだけど、間違えてない？餃子？いや、ラーメン、ラーメン、うわ、煙っちゃった。ラーメンに乗せるんだろうな。どう？横浜の味だな。ということで、太麺ラーメンいただきます。わー、美味しそう。匂いがいい、匂いがいい。うん、うん、うわ、うまい。菊池さん、これこれでないと取れない魚いるよね。コンケストやないとな、取れない魚がおるで。いやな、60、俺もこの間釣ったんだけど、あれコンケストじゃない、コンケストやないと取れんぞ。菊池さん、おう、これね、タックルベリーでね、5年前にね、350円で買ったの。350円、安いな。安いよ、この音、ま、回して回して。でも滑らかじゃない？まあこれぐらい普通でしょ。いや、滑らかで、でただ回した時に、うん、こう、まあ、カチッてやって、まあ、カチッて戻るじゃん、これな。いや、ベアリングがちょっと安もんなんだけど、全然使えるんだよ。いや、それでよくいるじゃん、よくいるじゃん、キルさん、うん、高いルアーでないと魚釣れないとか言う人、うん、いるやん。この高いルアーの釣れるよ。なん、その絶対なくて、あるよ、ないないない。高いリールでいいよ。あのね、よくおるんだよ、その高いリールでないと。さっき持ってなんか軽かった根気しないと釣れないとか変なこと言っとったんじゃない。そんなことないから、何でも釣れる。皆さんいいですか、僕はあの、いいに決まってんだろ、中学時代から500円のリール、500円の竿でやってきて、これで全然釣れるから関係ないから。ダメだよこんな高くなくても超かかわんないから。菊池さん、うん、見てください、すごいね、これこれジョイクラって書いてて、ジョイクラ、ジョイクラかと思って買っちゃったら、しかもこれチャイニークラッシュって書いてあったの。すごいね、これ